じゃあなんか自分の最速だけやろうとして一個妨害されてなんかちょっともたついてその場合だけ自分の最速を目指すっていうところはまあ間違ってはいないけど、そうそうそう、でもなんか相手の妨害をしながら最速を目指すっていうちょっとなんかアウトするのも勉強してるとありっちゃありなんですけど。ジンクスを破ってトップ8が見えるけど、え、なんか、フィーチャー呼ばれたら負けるって言ってたの。ああ、俺。君に星いくつだ？これね29、来週30だから。ノブ君とか同じぐらい。ノブの方が俺より年上で。27だからね。みんな大体多分下なんだろうなとは思う。あ、そっか。やんないとね、なんか言ったらね、召喚されるの。ちょっとやってください。失礼しま完全にね、前サービス。サイドボール。ミスったな。もう一個あるの。今。